それでは黒川委員長よろしくお願いします。それでは東京電力福島原子力発電所事故調査委員会、通称国会事故調でありますが、第16回の委員会を開会いたします。それでは今日のご案内にありますように、参考人に対する質疑を開始いたします。本日は衆議院議員また前内閣総理大臣であられました菅直人さんにいらしていただきました。お忙しいところありがとうございます。ご存知のように菅さんは皆様もご存知の通り、2010年6月8日から2011年9月2日まで内閣総理大臣を務めておられ、福島第一原発の事故当時も内閣総理大臣として事故対応に当たっておられました。本日は事故当時のことを中心に質疑させていただきます。それではまず菅総理の方からよろしく、もしご挨拶をいただければと思います。まず昨年の東日本大震災、そしてそれに伴う福島原発事故において、亡くなられた皆さん、また被災された皆さん、そして全国の皆さんに対して心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。特に原発事故は国策として続けられてきた原発によって引き起こされたものであり、そういった意味では最大の責任は国にある、このように考えております。この事故が発生した時の国の責任者でありました私として、この事故を止められなかったこと、そのことについて改めて心からお詫びを申し上げたいと思います。今日はこうした事故が二度と起きないように、起こさないためにどうするか、そういうことに役に立つなと思って、私が知りうる限りのこと、あるいは当時を含め私が考えたことについて皆様から忌憚のないご質問をいただければ、できる限り率直にお話をしたい、そういう思いで出席をいたしましたので、どうか国会事故調の皆さんにおかれましてもよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。それでは最初私からと思いますが、現在のようなテレビネットなどで世界中に情報が広がっている時代に、今回の東日本、大震災、地震と津波、さらに福島原子力というのは、世界中に日本の発言、対応、すべてが見られ、毎日のようにある政府の記者会見もですね、日本語で喋っているとはいえ、同時にすぐに訳されて世界の共有するところになりました。今日の参考人である菅さんは、本件の事故後、私どもは福島原発のことに限って調べておりますが、大変な時だったと思います。内閣総理大臣の職にあり、行政権のトップという責任者として事故の対応に当たってこられました。今日はその意味で貴重なご時間をいただけることについて御礼を申し上げます。さて、このご存知だと思いますが、この委員会は英語で同時通訳もありまして、ネットでも見れるようになっておりますし、また後々ホームページからも見られるようになっておりまして、私は菅総理がその後、いろんな機会にインタビューを受けられ、また下記あるいは海外のテレビのインタビューにも、受けておられることは十分承知しております。その意味で今日は大変時間が限られておりますので、質問についてはできるだけ簡潔に、正面から誠実にお答えいただくことを希望しております。ということで、まず
私どもの方では桜井委員の方からいくつかの質問をさせていただきます。よろしくお願いします。委員の桜井でございます。よろしくお願いいたします。まず事故前のことについて若干お伺いしますが、菅総理と呼ばせていただきますので、当時の総理のことをお伺いしますので、そのような言葉で使わせていただきますが、じゃあ菅さんにさせていただきますが、菅さんは原子力発電所の事故というものについて総理になられる前、どのような認識見解をお持ちでしたでしょうか。今私もスリーマイルの事件、そしてその後のチェルノブイリの事件、事故、それぞれ関心を強く持っておりました。特にチェルノブイリの事件については、事故については少し当時ですけれども、その原因というか、そういうものを私なりに調べたことがあります。また原子炉ではありませんが、 JCO の事故の時、まだ私は野党の議員でありましたけれども、なぜ臨界事故といったものが起きたのか当初理解ができなかったものですから、いろいろと関係する人に当たりまして、その原因など私なりに調査をし、私なりに理解をした、そういうことがあります。菅さんは原子力災害の危険、あるいはその発生の可能性について、総理になられる前で結構なんですが、どのような認識をお持ちでしょう、したでしょうか。私も長く議員になる前もいろいろな形の市民運動などをやっておりまして、当時の広い意味での仲間の中にはかなり原発について強い疑念を持っておられた人も数多くありました。当時まだ私が議員になるかならないかの頃にも、地元のある方が浜岡原発について活断層の存在があるからということで、ぜひそれを止めるべきではないかということを言って来られた方もありました。また私もできるだけこの原発原子力エネルギーというのは、当初私が属した社民連などでは過渡的なエネルギーという位置づけをいたしまして、ある段階まで来たらそれからの脱却ということも当時私が属した政党などでは主張していた時期もあります。でそういう中で私自身、その後民主党という政党に、結成から参加をし、政策を固める中で、安全性をしっかりと確認をすると、そういう前提の中で原子力を活用すると、そういうことは あっていいのではないか、そういうふうに私自身の考え方を、一番古くから比べればやや柔軟といいましょうか、やや許容の方に変わったところであります。そしてこれは後ほどの話になると思いますが、やはり 3.11 を経験してみて、そうした私自身が考え方を緩めたというか、あるいは緩和したということが結果としては正しいことではなかったと、このように現在は思っております。それでは次に、総理になられてからのことをお伺いしたいと思います。総理 の権限と責務はたくさんあると思いますが、その中の一つとして緊急事態宣言が発せられて原子力災害対策本部が設置された場合には、その本部長として対応のトップとして当たらなければならないということは、改めて私がお伺いするまでもないことでありますが、総理は就任されてからこのような場合にどのような責務権限があるのかということを事前に何らかの説明とは受けておられたでしょうか。内閣総理大臣
としてそのどういう権限権能があるかということは一般的には従来からいろいろ議論もしてきましたし、私の中にも一定の考え方を持っております。まあ、言うまでもないことですが、憲法にも内閣法にも規定されております。原子力事故にあたってどのような権限が総理大臣あるいは本部長としてあるのかということについて、詳しい説明を総理になった以降事故までの間に聞いたという、そういうことは私が覚えている限りはありません。総理に就任されてから平成22年に総合の防災訓練というものが行われていると思いますが、それに総理は何らかの関わりをされておられたでしょうか。まあ、国会でもそのことを問われたことがありまして、そういう機会があったということは覚えておりますけれども、深くその時に特に原子力の本部長としての権限などをその時認識を深くしたかといえば、必ずしもそういう形には私自身残念ながらなっておりませんでした。後に振り返ってみてですね、事前によく説明を受けて知っておいた方が良かったというふうにお考えにはなりませんでしょうか。もちろんこの事故に遭遇してもっと早くからしっかりとした説明を受けておればよかったと、このように思いました。それでは15条通報のされた後のことについて伺いますが、海江田経産大臣の方から緊急事態宣言について、まあ、総理としての決裁を求められたことはございますね。その際に結果的には19時を過ぎてから緊急事態宣言がなされているということで時間がかかっており、その間に野党との党首会談が入っておられましたが、詳しいことは結構なんですが、党首会談前に速やかに緊急事態宣言を発するということはできなかったんでしょうか。東電から経産大臣の方に15条の報告があったのは15時42分と承知しています。経産大臣の方から、失礼しました、今のは10条でした。で、15条の方は16時45分と認識しています。で、経産大臣の方から私にその件について説明および上申があったのは17時42分であります。確かに野党の皆さんとの党首会談がすでにセットされておりましたので、その説明の途中の確か5分間程度でありますけれども、抜け出して党首会談に、まあ、顔を出して中座をして戻ってきて、そしてその後の説明を受けて宣言をするということに至っております。まあ、結果として19時3分に緊急事態宣言をいたしました。まあ、それ以前にすでに地震津波については緊急災害対策本部が立ち上がり、また原発についてもすでに官邸には対策室が立ち上がって実質的な動きは始めておりました。そういった点でもっと早ければよかったというご指摘としてぜひ皆さんの方でご検証いただきたいと思いますが、それによって何か支障があったかということを問われれば、私の知る限りは特に支障はなかったと、このように認識をいたしております。私が伺っているのは現実の支障があったかないかということではなくてですね、緊急ある意味で当時官邸におられた方で原子力災害ということに一番詳しかったのは菅さん自身ではなかったかというような評価もされてますが、そういう中で15条通報がなされて緊急事態宣言が経産大臣の方から求められるということの意味というのは一番ある意味分かっておられたんではないかと思う
います。その方がなぜ時間をかけてしまったかというところをお伺いしたいわけです。率直に申し上げまして、何か私が理由があって引き延ばしたとか、何かをこの押し止めたというそういう気持ちは全くありません。その意味で、この17時42分に、報告が上がってきて、そして、上申が上がってきた中で、私としては確かに、野党の党首の皆さんでありますので、やはりその方々に対してもお約束をした以上はですね、あまりお待たせをするわけにもいかないということで駐座をして5分間行って帰ってくると、1時間21分確かにかかっておりますけれども、もっと早かった方が良かったといえばその通りだと思いますが、何か意図的に引き延ばした、あるいは何か理由があって延ばしたということでは全くありません。次に避難指区域の設定、避難指示ということについてお伺いしますが、3キロの避難というのが政府としては当初決められておりますが、これはどういう根拠、どういう経緯で決定されたんでしょうか。まず避難につきましては、本来なら後ほど議論になるかもしれませんが、オフサイトセンターなどからですね、現地の状況を踏まえて何らかの方針が出されて、それが本部長に対して、いわば承認を求めると、そういう形になるのが、本来のルールであったと考えますが、残念ながらオフサイトセンターはその時点を含めて機能をいたしておりませんでした。そこで、原子力保安院、そして原子力安全委員会委員長、あるいは東電の関係者に集まってもらって状況把握をいたしておりました。特にこの避難については必ず原子力安全委員会、当時斑目委員長が一緒にいていただいた時間が非常に長かったと思っておりますが、そのご意見を聞きながら最終的にその意見に沿って決めたところであります。21時23分に F1 から半径3キロ圏内の避難を決定したのは、つまりは15条という状態になっていると、今後そのことがどういうふうにこの厳しい状況を迎えるのかまだ分かりませんでしたが、予防的な措置としてまず3キロ圏内を決めたと、このように認識をいたしております。続いて避難区域のことをまとめてお伺いしますが、次に10キロの避難区域というか避難指示の決定を、時間的には5時44分ということですが、これはどのような情勢判断とどなたの意見によって決められたものでしょうか。3月12日の午前5時44分、F1 から半径10キロ圏内の避難を決めました。この根拠は1号機の圧力上昇が見られるという、そういう指摘を報告を東電から派遣されていた方から話を聞き、それを踏まえて先ほど申し上げた原子力安全保安院、原子力特に委員会の意見をお聞きしまして、この圧力上昇というのは最悪の場合は格納容器を破壊することになる危険性もあるわけでありますので、そういった危険性を考えて10キロ圏ということに拡大をいたしました。この10キロ圏の決定と弁当とは関係あるんでしょうか。弁当については11日の段階から本格的な話は12日の未明に経産大臣の方から指示が出るわけでありますけれども、
12日の午前5時44分というのは、弁当の指示が出るよりも後でありますので、そういったこともそれらの関係者の皆さんの中では判断の一つの材料になっていたと思います。私としては先ほど申し上げたように、専門家の皆さんの助言を聞いて、国際的ないろいろなこれまでの何と言いましょうか、経験を踏まえたご意見を聞いて決めさせていただきました。続きまして、20キロの指示の関係については同じように、どういう状況判断とどなたのどういうご意見のもとに決定されたんでしょうか。これも基本的には同じでありますけれども、この時点は3月12日の18時25分でありますけれども、すでにこの時点では15時36分に1号機の水素爆発が起きております。そういった点で、さらに2号機3号機、そういうものがそうした事態を迎える、そういう危険性もありましたので、そういう専門家の皆さんのご意見を聞いて20キロ圏に拡大をいたしました。その際に30キロという検討はされましたか。いろいろな議論があったと認識しております。と同時に、避難区域を拡大するということは、その避難する先を含めて避難ができる、迅速にできるということも合わせて、準備をしなければなりません。そういった議論もあったと認識しております。でこの時点では1号の水素爆発の後でありましたので、2号3号がもし、そうしたことになって、放射性物質がその時点で、外に広く出た場合には、場合によっては屋内にいた方が、ある時期屋内にいた方が安全ではないか、そういった議論も含めて、最終的に専門家の皆さんの、少なくとも私のところにおられた皆さんは、最終的には20キロでよしということで、その後20キロから30キロ圏内を屋内退避にいたしたわけです。次に総理が福島第一に視察に行かれたことについて伺いますが、津波その他の被害の場所も合わせてご視察になったこと、これはについてはもう皆さんご承知の通りで、改めてその点のご説明はいりませんが、福島の第一原発をご自分で行かれたというのはいかなることからでしょうか。視察に行く目的は、今言われましたように地震津波の現状を直接私自身が見て認識したい、これはかつての阪神淡路の震災の時に、当時の内閣、私は内閣のメンバーではありませんでしたけれども、そういった関係者がいつ行くいつ行かないでいろいろと議論があったことを私も覚えております。私としてはテレビでは見ておりましたけれども、やはり現場の状況を上空からでよいからやはり見ておくことが、その対策を取る上で極めて重要だという認識を一方で持っておりました。一方で、原発につきましては、11日の発災直後から原子力安全保安院、原子力安全委員会、そして東電から派遣された技術担当のフェロー、そういう皆さんからいろいろ話は聞いておりましたけれども、そういう皆さんの話の中で、例えば第一サイトの原子炉の状況がどうなっているとか、あるいはどうなりそうだとか、
こうなった場合はこういう形で対策を打つべきだとか、そういう話は残念ながら一切ありませんでした。例えばあったのは、東電からまず電源車を送る、そのために協力してほしい、そういうことについてはいろいろやりました。後にベントの話もありました。しかしそういった根本的な状況についての説明は残念ながらありませんでした。特にベントに関してはすでに経産大臣の方から、東電がベントをしたいということに対して了解すると言っているにもかかわらず、何時間経ってもそれが行われない。私からも東電から派遣されていた方にですね、なぜ、進まないんですかとお聞きしました。そしたら、わからないと言われるんですね。わからないと言われるのは本当に困りました。それが技術的な理由なのか、何か他に理由があるのかですね、わかればまだそれに対して判断ができますが、そういった状況もありましたので、私としては福島の F1 第一サイトにその責任者と話をすることによって状況が把握できるのではないか、そう考えまして、その地震津波の視察と合わせて福島第一サイトに視察に行くことを決めたわけであります。福島の第一で、当時の吉田所長と会われまして、その結果、その行かれた先ほどの目的とその他についての関係ではどのような成果というか結論を得られたんでしょうか。免震重要棟に入りまして、2階の部屋に入りました。そこで、吉田所長と確か武藤副社長がその同席をされて、こちらも何人か同席をしておりました。その中で炉の図面などを広げて今の状況の概略の説明がありました。その上で私の方からベントについて我々としてはもう了解しているので、ベントを行わないと圧力が上がって格納容器が破壊されると、そういう危険があると聞いているので、なんとか早くベントをやってほしいと言いましたら、分かりましたと、決死隊を作ってでもやりますと、そういう返事をいただきました。それで私もこの所長ならしっかりやってくれるという印象を持ちまして、確か免震棟にいた時間は40分程度でありますが、それでそこを後にいたしました。私としてはその後いろいろな判断をする上で、特に東電の撤退問題、後ほど話題になるかもしれませんが、そういったことを判断する上で、必ずしも私がそう何回もお話をしたわけではありませんけれども、現場の皆さんの考え方、あるいは見方を知るという上では極めて大きなことであったと、そこで顔と名前が一致したということは極めて大きなことであったと、このように考えております。撤退問題につきましてはまた後ほどお伺いしますが、ちょっとこれから質問がありまして、減災法の立て付けではこういう事態が起こったときに現地の、俗にオフサイトセンターと言われているんですが、そちらの本部の方に権限を移譲することができることになっておりまして、ところが現実には移譲されていないようですが、当時の本部長としてはどのような経緯からこれが権限移譲がなされなかったかということについては把握しておられましょうか。当時原子力安全保安院からそうした説明があったという記憶はありません。ですので法律のあり方についてはその後詳細に調べましたけれども、その時点ではそういう説明もなかったし、またオフサイトセンターそのものがですね、確か副大臣が到着したのも12日の未明ぐらいであったと思っておりますので、その上でも関係者が集まれなかったと聞いておりますので、実際的にはそうした機能が
果たせる状態になかったので、保安院が伝えなかったのか、あるいは他の理由で伝えなかったのか、そこは分かりませんが、私はその時点ではきちんとした説明は受けておりません。第2回の災害対策本部の会議というのが作成だ後に作成されまして、このを拝見しますと第2回については菅さんは欠席ということになっておるんですが、これによりますと権限移譲についての案というものが配布資料の中に入っておりまして、ところがどこにもその案についてどう取り扱ったかということの議事の結果とか概要にも書かれてないんですが、この辺の事情はご存知だったでしょうか。存じ上げません。ではその点はそう伺っておきまして、弁当の話は先ほどちょっとございましたので時間の関係で海水注入のことについてお伺いしたいと思います。海水注入の問題というのは菅さんのところに申し出があったというか話があったのはどういう経緯だったでしょうか。この海水注入については、大変私にとってもですね、いろいろとご批判をいただいた件でありますので、少し整理をしてご説明をした方がいいのではないかと思います。まず海水注入について淡水いわゆる真水がなくなった場合に冷却のためには海水注入が必要であるという点では、私と海江田大臣をはじめそうした専門家の皆さん関係者の皆さんは一致をいたしておりました。でそういう認識のもと3月の12日の18時ごろから20分程度私海江田大臣原子力安全委員長保安院責任者東電の派遣された方が話をしまして、その時点では東電から来られてた技術担当の竹黒フェローから準備に1時間半から2時間はかかるとこういう説明がありました。そこでその時間を使って、海水注入だけに限らずいくつかの点で、議論をしておこうと。と言いますのはこの日の15時ですか、1号機が水素爆発を起こしておりますけれども、この水素爆発についてもその前からこういうことが起きることはないのかと私も聞いておりましたが、その時点では格納容器内には窒素が充填されているので起きないというご返事でしたけれども、現実には起きたわけでありまして、そういったことを含めてですね、いくつかの事象について聞いておいた方が、時間があるなら聞いておいた方がいいと、こういう認識のもとでいくつかのことが議題となりました。一つはもちろん塩水ですから塩分による影響であります。それから問題となりました再臨界については、淡水を海水に変えたら再臨界が起きるということではありません。それは私もよく分かっておりました。つまり、あまり技術的なことを私も専門家でありませんので多くは申し上げませんが、再臨界が起きる可能性というのは制御棒が抜け落ちたとか、あるいはメルトダウンした後のその燃料が大きな塊になったとか、そういう場合に起きうる危険性があるわけでありまして、そういうことについてもお聞きをいたしました。斑目委員長の方からは可能性はゼロではないと、こういうお返事がありました。まだ時間があるという前提で、それならそういうことも含めて検討しておいてほしい。つまりは放散を入れれば再臨界の危険性を抑えることができるということは、その関係者はみんな知っておりますので、そのことも含めて検討してほしいと、このように申し上げたところであります。その後のことを申し上げますか。
国会でもこのことについては何回か聞かれておられまして、総理は、質問と答えをどう取るかということは大変難しい問題があろうかと思いますが、海水中に関する関係で聞かれているときにいわゆる再臨会という課題も私にありましたし、そのことの検討をちょっと要約させていただきますと、それを皆さんにお願いするとこういうような答弁をされておりますが、今のご説明との関連ではどういうことでしょうか。今申し上げた通りですけれども、何か矛盾があるでしょうか。私が申し上げたのは、例えばこう海水注入が再臨会に関係ないというような表現で何かこう報道されたものもありますが、これは間違ってます。淡水を海水に変えたからといって再臨会の可能性が増えるわけではないと、こういうことを言ったんですが、その前の部分が省略されていると全く意味が違います。そういった意味で再臨会のことを申し上げたのは、その後海水の中にも放散を入れるわけですけれども、原子炉には放散が確か置いてあるはずですから、それを念のために入れるということを含めて検討をしてほしいという趣旨で申し上げたので、国会の答弁と矛盾はいたしておりません。すでに総理もご承知だったと思いますが、現実には東電の方の本店からは福島の方に始まっていた海水、始まっているならばそれを止めろという指示が出され、吉田所長の方はその指示に反してというか従わないで海水注入を続けたという事実関係はすでにご存知と思いますが、少なくとも東電の方では総理、当時の総理のお言葉ということを重く止めてそのような行動に出たと思われますが、その辺点について総理の方としてはどのようなご感想を見方をされておりましょうか。東電会長のこの委員会での発言も私も聞いておりました。しかし東電会長はこの問題について本当に技術的なことをですね、関係者から聞かれて言っておられるとは思えないわけであります。まず事実関係を正確に申し上げますと、先ほど申し上げましたように、具体名を挙げて恐縮ですが、直前まで副社長をやっておられた原子力の専門家である竹黒フェローがですね、6時から6時に1分の間の会合では、あと1時間半から2時間は時間があると準備に、という話が前提で話をし始めたわけです。で、それを20分程度で切り上げて、じゃああとその結果を含めて、報告してくださいと。で、私のところに来たのは確か19時の40分に準備ができましたということで、じゃあやってください。で、その後始まったと。その時点ではそういうふうに理解しておりました。そうしたらその後いろいろなことが分かってきますと、竹黒フェローはその20分間の会合の後に直接でしょう、吉田所長に電話をされて、そこですでに海水が入っているということを聞かれたわけです。で、そのことは私には連絡はありません。私は二重の意味で大きな問題だと思います。まず第一は、すでに入っているならば私は当然入れ続ければいいと思っています。もし再臨会の危険性があるなら放散を後で追加すればいいわけですから、現実にそうしてます。その後にはそれを竹黒フェローが判断をして吉田所長に止めろと言った。よくですね、官邸の意向という言葉が他の場面でもたくさん出ますが、官邸の意向には私自身の意向、あるいは私を含む、政府の担当者の意向と、当時官邸に詰めていた東電関係者の発言とが混在しております。少なくとも東電関係者のですね、発言はこれは官邸の意向というふうに表現されるのは私は間違っている。これはメディアの皆さんにもはっきり申し上げておきたいと思います。そこで今言ったことで言うと一つです。もう一つは、竹黒さんという方は確か原子力部長も務められた原子力のプロ中のプロです。ですから水を入れること、海水を入れることがいかに重要であるか、そしてそのことが再臨会とは、淡水を海水に変えたことが再臨会とは関係ないということはプロであればよく分かっておられるわけです。その人がなぜですね、
そういう技術的なことが分かっているはずの人が吉田所長に対して止めろと言ったのか、私には率直に言って全く理解できません。そして吉田所長はそれに対して、私もそれは後聞いた話ですけども、私の意向だというふうに理解したと。そこで東電本店に聞いたら、総理の時の総理の意向なら仕方ないじゃないかと言って説得されたけれども、それではと言って、まあ一芝居と言いましょうか、今から止めろと言うけども止めるなよと現場の人に言って、止めろということを言われたと。それがテレビ会議の装置を使って東電本店にも伝わってたので、東電の大部分の人もその時点で一旦止まったと、このように認識をされたようです。でこれらのことは全て私が分かったのはずっと後です。でこれについて予算委員会等でも、あるいは政治家の中でもですね、私が止めたと、それで、ミルトダウンが起きたと激しく批判をされました。しかし重ねてもう一度だけ申し上げますが、東電の中で派遣されていた、官邸に派遣されていた人が自分の判断で言ったことについて、官邸の意向、まして私の当時の総理の意向ということとは全く違うので、そこだけはきちんと区別して検証いただきたいと、こう思っております。今東電の方が海水注入を伝えてない、開始を伝えてないというようなご認識でおられたですけど、東電の方からは海水注入したということを保安院の方に連絡が入っている、それが当時の総理のところに届いていないということはよく分かりましたが、その辺は当時の最高指揮官としてどのようにお考えでしょうか。これもですね、例えば保安院の直接的な責任者は経産大臣です。経産大臣に例えば同席していた竹黒フェローがですね、いや実は聞いてみたらもう入ってましたという話があれば、間違いなく私にもですね、大臣なりから来ます。また竹黒フェロー自身がそのことを認識したら、私と一緒の会で話をされたことなんですから、私に直接言うのがですね当然でありまして、知らん、そういう関係でなければ別ですよ。ですから私はその間のその保安院にどう伝わったかということも少なくともその当時は知りません。それからあえて申し上げますと、その後もですねしばらくは東電は19時確か3分でしたか7分でしたかに解消したということを当初は認めていなかったはずです。そして19時40分に私のところに来て、確か20時何分かに解消したという説明をしてたはずです。ですから私はそこまでは申し上げませんが、その東電がですね伝えたということと、それから東電がその後言ってることと、またその後言ってることと、かなり私から見ると矛盾してますので、少なくとも私にちゃんと伝えるんであれば、竹黒フェローと話をした直後でありますから、私直接なり経産大臣に伝えるのが当然であったと、このように考えております。菅さんは今再臨会と海水注入とが直接つながらないという、まあ、いうような簡単に言うとご説明があったんですが、変えたことです。はい、わかりました。当時ですね、総理のそばにおられたいろんな方が総理に対して再臨会と海水とは直接つながらないということをご説明するために、随分いろいろ資料を集めたり検討されておるようですが、その辺については総理はどのようにお考えになりますか。私はそのことは知りません。私が再臨会についていろいろと調べていたのは、かつての再臨会事故が JCO の時にありましたから、そういうことを含めてですね、必ずしも原子力安全委員会や保安委員からも聞きましたけれども、それ以外の原子力の専門家からもですね、どういう場合にそういう危険性があるのかと、そういういろいろな話を、その時点で分かっておりましたのは、先ほど申し上げたように、例えば制御棒が何らかの理由でこう抜け落ちて、燃料がこう臨界に達してしまう、あるいはメルトダウンしたものが
そこにこう大きくこの山盛りのように溜まって、その形状によっては、臨海ということになりうると、そういうことを聞いておりました。少なくとも淡水を海水に変えることが、臨海条件に何かなかの変更を及ぼすということは、私はそういうふうには全く思っておりません。それには放散を入れて、まあ、中性子のですね、動きを止めればいいわけですから、それは別のことで、何かそういうことを準備されてたというのは私は全く知りません。ありがとうございました。次に俗に撤退問題と言われている東電の撤退のことについて伺います。総理のところには、東電はどのようなことを申し出てきたというふうに、どなたから報告があったんでしょうか。15日の午前3時ごろだったと思います。私は11日の発災後1週間は、夜中も官邸に詰めておりましたので、仮眠といいましょうか、奥の部屋でそういう状態にあったところ、経産大臣から相談があるということで、秘書官から起こされたというか連絡がありました。そこで海田経産大臣が来られて、東電から撤退したいと、そういう話が来ている、どうしようかと、そういう形で撤退の話を聞きました。それについてどのように思われ、どのように受け止められましたか。私はそれまでもですね、この原子力事故がどこまで拡大するのか、どこで止まってくれるのか、どこまで拡大するのか、私なりにも頭を巡らせておりました。そういう中で、少なくともチェルノブイリは一基の原子炉です。スリーマイルも事故を起こしたのは一つだけです。しかし福島第一サイトだけでも6基の原発と7つの使用済み燃料がのプールがあります。20キロ以内にある第二サイトにはさらに4基の原子炉と4基のプールがあります。もしこれらが全てですね、何らかの状況で、メルトダウンなり、原子炉の破壊やそうしたプールの破壊が起きたときには、チェルノブイリの何倍どころではなくて、何十倍何百倍というですね、放射性物質が大気中なり海水中に出ていくと、その時に及ぼす影響というのはどれほどのものになるかということを私なりにですね、考えておりました。そういうふうに考えている中で、私なりに思っていたのは、これは見えない敵との戦いだと、やはり何としても抑え込まなければならないと、私自身は場合によっては命を懸けてもこれはやらざるを得ない、そういう戦いなんだと、こういう認識を私の中で持っておりました。ですから経産大臣からその話があったときに、撤退という言葉を聞いて、いやとんでもないことはと、まずそう感じました。先ほど福島の原発の視察をされた際の、成果みたいなこととして、吉田所長に対する信頼が大変高いというようなご発言を受けたんですが、責任感のあるというか、その吉田所長が現場で指揮を取っている東電として全員が撤退する、あるいは撤退とするようなことを申し出るということについては、どのように思われました。吉田所長とのですね、私が直接会話を、電話でですがしたのは、いろいろとご指摘がありましたので、私なりに、もう一度確認をしてみましたが、確か2回であります。一度は14日の、夕方から夜にかけて、細野補佐官、当時の補佐官に、これは本人から聞きましたが、細野補佐官に聞きましたが、
吉田所長から2度電話があったそうであります。で1度目は非常に厳しいというお話だったそうです。で2度目にはその注水が難しいと考えてたその理由が、何か燃料切れで注水が可能になったのでやれるという話だったそうで、その2度目の時に、細野補佐官が私に、取り継いで、吉田所長がそう言ってるからということで私に取り継いでくれまして、その時に話をいたしました。その時は吉田所長はまだやれるというお話でした。もう一度は私の方から秘書官に調べさせて電話をしたということなんですが、どういうことを話したか事細かには覚えておりません。まあ一般的に言えば何らかの状況をですねお聞きしたことがもう一度あると認識しております。それ以外には私から直接と言いましょうか、誰かを通して話をしたことが、電話で話をしたことはありません。また何か私が携帯の電話を聞いていたということを確か野村委員が言われたので、私も全部調べてみました。で記憶が呼び戻ってきませんし、同席していた秘書官、補佐官、審議官3名にも聞いてみましたが、そういう場面は見聞きしていないと言っておりまして、私の携帯電話にもその記録は少なくとも登録はされておりません。清水社長を呼ばれまして、清水社長はいわゆる撤退問題についてどのような返答をしておられましたでしょうか。まあ、私の方から清水社長に対して撤退はありませんよということを申し上げました。それに対して清水社長は、はい、分かりました、そういうふうに答えられました。その回答を聞いて当時総理としてはどのように思われました。まずこの回答についてですね、勝又会長などが、清水社長が撤退しないと言ったんだということを言われてますが、少なくとも私の前で自らが言われたことはありません。私が撤退はありえませんよと言ったときに、はい、分かりましたと言われただけであります。で国会での質疑も取り上げられておりますけれども、基本的には私が撤退ありませんよと言ったときに、そんなことは言ってないとかですね、そんなことを私は申し上げたつもりはありませんとかという、そういう反論が一切なかった、そのまま受け入れられたもんですから、そのまま受け入れられたということを国会で申し上げたことをですね、何か清水社長の方から撤退はないと言ったということに、まあ少しこの話が変わっておりますが、そういうことではありません。で私としては清水社長が分かりましたと言って、くれたことは、まあ、一つはほっといたしました。しかしそれでは十分ではないと思いました。そこで、合わせて私の方から統合対策本部を作りたい、そしてそれは、東電の本店に置きたい、細野補佐官を常駐させる、あるいは海田大臣にもできるだけ常駐してもらう、そういう形で私が本部長で、海田大臣とその時は確か勝又会長と申し上げたつもりですが、会長か社長が、と海田大臣が副本部長で事務局長に、細野補佐官、まあ、そういう形でやりたいということを申し上げて、清水社長が、分かりましたと了承していただきました。さらに私が申し上げたのは、それでは第1回目の会議を今から開きたいから、東電 の方で準備をしてほしい、どのくらいかかりますかと言いましたら、確か最初は2時間ぐらいと言われたので、もっと早くしてくれということで、確か1時間ぐらい後に東電に私として第1回の会議を開くために出かけました。私の方からは最後の質問に今の段階ではなると思いますが、総理のところに情報が上がらない、いろいろなことがあったと思います。で本来地下に
緊急対策のセンターというものがあって、そこに情報は集約されてくるということは総理もご存知だったと思いますが、なぜその近くに、ずっととは申しませんが、その近くに、特に発災からしばらくの間はその中、オペレーションセンターというところにあるわけですから、そこで情報の集約やそこの指示、指揮にそれを使われなかったんでしょうか。まず地震津波という最大級の災害と、そしてこれまた最大級の原発事故というものが事実上同時に起きているわけです。地下のセンターに私ももちろん官邸に戻ってまず行きまして、先ほど申し上げた緊急災害対策本部をそこで立ち上げました。で、同時に2つの極めて重要なことをやるということが非常に難しかったことが一つと、もう一つは総理そのものが今ご指摘のあった緊急なんて言われました、そのチーム、これはどちらかといえば危機管理官がヘッドのチームでありまして、総理がそこに常駐しているということにはなっていないし、そういう組織ではありません。必要があれば同じ官邸に私おりますから、そこに報告なり何らかの掲載が上がってくることになっております。加えて原子力災害については、先ほど来お話がありますように、私も申し上げたように、本来はオフサイトについては、つまり炉以外の問題についてはですね、オフサイトセンター、現地のオフサイトセンターがやることになっていたわけです。しかしそれが動かなかった。それから炉のことについては基本的には電気事業者がやることになっておりました。しかしこれも後ほどの議論になるかもしれませんが、小さい事故ならそれで済んだかもしれません。しかし弁当一つにとってもですね、一つとっても弁当をするかどうかというのは炉の問題であると同時に、それによる影響が一般住民にどんどん出るわけでありますから、それを事業者だけで判断することは、それはできないわけでありまして、そういった意味では現在の原子力災害特別措置法が想定した事故というのは、今回のようなまさにシビアアクシデントで何十万何百万の人に影響を及ぼすというようなことには対応できていなかったわけでありまして、そういう点で私が地下にいたいないということではなくて、もともと総理が地下にじっとというかずっといるという仕組みになっておりませんし、この災害対策特別措置法そのものが、まあ、言えばたくさんありますが、例えばオフサイトセンターも地震と原発事故は別々に起きることを前提にしているわけです。地震で渋滞して副大臣が入れないなんてことは想定していないわけですね。それらのすべての想定が極めて不十分だったために、やらざるを得ないという意味でいろいろなことをやりました。それが本来の姿と思っているわけではありません。しかしやらなければならない状況であったということは、ぜひご理解をいただきたいと思っております。ありがとうございました。それでは続きまして、委員の野村でございます。引き続きご質問させていただきます。本日冒頭、菅総理は今回の事故に対して一部謝罪をされたと思うんですけども、これまでの事故、今回の事故に対して止められなかったことについて、当時の国の責任者として、申し訳ないといったような趣旨のご発言が今日の会議の冒頭にあったかというふうに思います。で、この止められなかったということの意味をちょっとお伺いしたいんですけども、事前の法制度上の例えば対策が不十分であったとか、あるいは各省庁の対策の取り方が不十分であったと、したがって今回のこういったような津波対策の不十分さが事故の原因として考えられるので、それに対する謝罪をされたということなんでしょうか。さらには被災者の方の中には、あるいは科学者の中にも、その1号機の水素爆発の後に3号機あるいは4号機あるいは2号機でも爆発音がありますけれども、こういった連続的な爆発っていうのを
技術的に阻止できたんではないかという声もあるわけなんですが、そういったようなことが止められなかったことについて謝罪をされたんでしょうか。さらには被災者の中には、例えば避難指示がもう少し適切に行われていれば、まあ、その放射性物質によって、まあ、汚染されずに済んだといったようなことを、まあ、おっしゃっておられる方もいるんですが、そういった、まあ、例えば、避難指示等においての、まあ、指示の仕方に何らかの問題があるというふうにお考えになって謝罪をされたんでしょうか。いずれが、先ほどのご発言なのかを確認させていただければと思います。まず我が国において原子力の平和利用ということは40年以上前からですね、積極的な政治家や、いろいろな方によって推し進まれてきました。そういった中で今日それ以来のずっと、まあ、3点、とりあえずまずは 3.11 までの状況をまず申し上げますと、やはり、安全性というものに対して、備えが不十分だった、あるいはそれに対するこのいろいろな指摘があったにもかかわらずそれを軽視無視してきた、まあ、いろいろ例を挙げればありますが、例えば福島第一原発はもともとは海面から35メートルのこの絶壁の上が高台であったわけであります。それをあの原発を作るときに海水を組み上げるためにといって海面から10メートルの高さまで切っております。で、私は当時の東電の会社の歴史の本を読みました。そうすることは先見性があったと書いてあります。しかしその後の知見からすれば、あるいはそれ以前の知見からすれば、かなり大きな地震が少なくとも何百年か単位ではあの地域には来ておりますので、そういった35メートルの高さを10メートルまで切って作ったということ、それ自体が、津波に対する備えというものが不十分であった。風荒げはまだまだありますけれども、そういった根本的な問題、あるいは後に問題になるかもしれませんが原子力村といわれるですね、そういういろいろな批判なりいろいろな危険性の指摘に対してそれをどちらかといえば軽視し封じ込めてきた、まあ、それは私自身も反省も含めてですね、そういうことが十分に対応されなかった、そういうことがまず第一の国としての責任だと。すみません、ちょっとお言葉を挟むようですけども、それは東電の対策が悪かったということであれば総理が謝罪されることではありませんので、まさに国がそういった対策において不十分な対応だったというご認識を、まあ、お示しになったということでよろしいですか。もちろんです。つまりそれを認可したのも国ですし、その国が国策として原子力政策を進めてきたということは、これはもう誰もが否定しないところでありまして、まさに国策民営という言い方をされておりますが、国の方針としてなされて、それが今回のような大事故を起こした、そういう意味で国の責任だとこう申し上げています。で、すいません、事故後の対応についてすいません遮ってしまったんですが、水素爆発の連続を防止できたのではないかという声や、あるいは、その被災者の方の中には、今回の、被災において、その、誤った方向に逃げてしまったために、放射性物質を、まあ、余計に浴びたという声があったり、あるいは避難指示がもう少し適切になされていれば大事なものを持って長期避難をすることができたという声があったり、さまざまな声があるんですが、そういったことについて政府の当時の責任者としての謝罪がなされたということでよろしいんでしょうか。まず私はですね、他の政府事故調や民間事故調でもヒアリングを受けて私の見方考え方を申し上げてきましたけれども、ぜひ皆さんにもですね、その今おっしゃったような 3.11 前のこと、 3.11 から今日までのこと、それからこれから将来のこと、これらについて、まさにしっかりとした調査を私も期待をいたしております。そういった意味で、今いくつかの指摘がありました。例えば1号機以降のですね、
水素爆発を止められなかったのかとか、そういう今ご指摘もいただきました。まあ、私もいろいろなものをこの間読んだり聞いたりしておりますから、いろいろな思いはありますけれども、まさにこういうことこそですね、しっかりと自己調で調査していただきたい。その中で私が今申し上げることができるのは、避難の問題などで必ずしも精一杯やったつもりではありますけれども、昨日の枝野大臣のことも聞いておりましたけれども、私も例えば一時的な避難というふうに受け止められて避難された人が非常に長期になったとか、あるいは屋内退避がですね非常に長くなったとか、そういった点で大変な不十分さがいろいろな場面であったと、そのことについても合わせてお詫びを申し上げたつもりであります。ありがとうございます。それではちょっと別の話なんですが、大きな問題のテーマとしまして、先ほどもすでに総理の口からも出ているんですけども、今回の事故対応には必ずしも法律に定めのない制度や動きというものがたくさん見られるわけです。でこれはもともとその減災法が予定していなかった事象が起こったので、その致し方がないんだということ、あるいはむしろそういう動きに合理性があったんだというご発言があったかというふうに思うんですが、一つまずお伺いしたいのは、本来安全委員会が緊急技術助言組織というのを作られて、その斑目委員長が中心となって技術的な助言をするという、これはもう法律に書かれている仕組みでありまして、これ自体も大いに当時総理はご活用なされていたということは承知しているわけなんですが、これ以外にその総理がご自分で携帯などを使いながら外部の専門家とさまざまな情報の入手をされていたという、そういう事実が時々指摘されるわけです。このような事実はあったのかなかったのかをまず教えていただければと思います。まず総理大臣として基本は原子力安全保安院、助言である提言であるいろいろありますけれども、そこが事務局ですから、そこが軸です。そしていわば独立性の高い原子力安全保安院が助言機関としてあり、斑目委員長からは多くの点で助言をいただきました。そして今回の場合は事業者である東電、そこからも技術担当のフェローを送っていただきまして、話を聞きました。中心はこの3社でありますと同時に、そうしたそれぞれ組織を持って、あるいは組織を代表してこられている方以外からもいろいろな原子力事故に対する話を私自身参考のために聞きたいということで、何人かの方に、お尋ねをしたり、あるいはその後参与になっていただいて相談に乗っていただいたりいたしました。その情報については当時あれでしょうか、他の官邸に追われた例えば官房長官はじめその他大臣等については情報を共有されたんでしょうか。基本的にはそういう皆さんから聞いた話の中で、必要なことは、こういうふうな指摘もあるけどどうですかということを原子力安全保安院、あるいは原子力委員長、場合によっては東電から来た方にも戻す、当然ほとんどの場合私一人でありませんので、経産大臣や官房長官も同席してますので、そういう皆さんの前でも戻すと。ですから私がそういう本来の、今言った3つの組織以外の話で、私自身がそれ以外の話だけで物事を決めるということはこれはありません、ありませんでしたし今もありませんでした、はい、これまでは。そういう形ではいわゆるセカンドオピニオンという形でお取りになられたものが、その新しい知見として政府の中にある知見との間でのすり合わせが行われたということだと思うんですけども、具体的には例えばどのようなことをご相談されたんでしょうか。いろいろなことがありました。先ほどのまずはこのメルトダウンが
起きてる起きてないことについても何人かの方に聞きました。ある方はもう自分のホームページで間違いなくメルトダウンが起きていると非常に早い段階から指摘をされている方もありました。また先ほどの再臨界の問題もこういう場合に起きやすいんだということを、まあ、私に教示いただいた原子力の専門家もあります。あるいはその後参与になっていただいた方を含めて大量の資料が東電等から出ましたのでそれを詳細に分析をしていただいて、この分析にはこういう指摘がある、あるいはこういう指摘はこういう問題がある、そういうふうに、解説をしてそれがいろいろ役立ったこともあります。あるいは海に水が汚染水が流れたのではないかというときにどうすればいいのか、確か30数メートルの地下にまで掘れば岩盤があるのでそこまで土の中に遮蔽壁を作ったらどうか、まあ、1000億単位の費用がかかります。その検討もある段階でこういう意見があるけどどうかと、指示をいたしました。また4号のプールについても非常に早い時期からその危険性を指摘される方もありました。それに対する補強、まあ、他からも話があったと思いますがそれに対する補強についてもこういう意見があるけどどうかという形で検討を指示いたしました。多くの点で大変参考になりました。その中でそういったようなご助言の中で取り入れられなかったものの中でですね、今思えばそれを取り入れておけば事故の推移は変わっていたんではないかと思われるようなご助言はありますでしょうか。まあ、具体的に言っていただかないとですね、多くの助言がありましたのでいろんな思いつき的な助言も率直に言ってありましたので、もちろん全部が実行されたわけではありません。意味のある助言でもできなかったこともあるかもしれませんが、よろしければ具体的に言っていただきたいと思います。ではちょっと先ほどですね、後に参与になられた方のお話なんですが、かなり早い段階で日比野先生を官邸にお招きになっておられると思うんですけども、これはいつの時点でお招きになられたんでしょうか。確か参与にお願いをしたのは20日頃かと思いますが、もっと早い段階で一度ちょっと、ある意味で話を聞かせてもらいたい、あるいは相談に乗ってもらいたいということで、お願いをして来てもらいました。正式に参与の発令を受けておられるのは20日なんですが、その前の段階のこのシビアなアクシデントが起こっている時にもさまざまなご助言を受けられていると思うんですけども、この時の日比野先生の法的なお立場はどのようなものなんでしょうか。参与になられる前にいろんな意見をお聞きしたのは必ずしも日比野さんに限りません。その後参与になられなかった人も含めて、かなりの方にいろいろな意見を聞いております。ですから、そういった一般の方で私が個人的に、どういうふうに、考えますかと意見を個人的にお尋ねしたと、そういう関係であります。日比野先生のご専門は何でしょうか。大学では電気というか電気物理あるいは電気通信、そういうものが専門で、ある大学の副学長をなさっております。いわゆるコンピューターとか電気通信といったようなものだと思うんですが、原子力のご専門というお立場でアドバイスを受けられたんでしょうか。必ずしもそうではありません。例えばの例を申し上げますと、原子力の専門家は東大、京都大学、東工大などにかなりおられます。で、私としては母校でもあります東工大の専門家の方、直接面識のある方はあまりありませんでしたので、日比野さんにお願いをして、どういう方に相談をしてればいいだろうか、ある段階では学長にもお願いをして、そういう人を推薦してもらって
その後参与になっていただいた方もあります。でその参与をまたサポートする体制を大学として参与に対するサポートですが、自主的に作っていただいたこともあります。そういったことを含めて、いろいろな面で私にとっていろいろアドバイスをしてくださったり、そういう面では大変、お世話になりました。民間事故調の報告書の中には、後に参与をたくさん任命されたことに対して、当時枝野官房長官は必ずしも賛成ではなかったと、昨日もそのようにご発言されているんですけども、その他に官邸におられた方の中で、その必ずしも専門性がはっきりしない人たちをたくさん集めることが情報の混乱を招いたというご発言が出ているわけなんですが、そういう評価に対しては総理はどのようにお考えになられますでしょうか。実は 3.11 前からですね、いろんな経緯で参与にお願いしてた、あるいはずっと前からそのまま継続でお願いしていた方もあります。私がお願いをしたその 3.11 以降は、姫野さんも広い意味では今申し上げたように原発事故に対してのいわば広い意味では助言でありましたが、私がお願いしたのは 3.11 以降では、そういう原発事故に関連した方以外についてちょっと私はなかったんではないかと、そういう方にを特にお願いいたしました。分かりました。先ほど総理は福島第一原発に行かれて、そのサイトで必死にその事故を防ごうと思って、拡大を防ごうと思って取り組んでおられる方々にお会いになられて、その仕事ぶりに、ある意味の信頼を置かれたということを、ご発言されたわけですけれども、そのサイトにおられる職員の方々が、今話題になりました日比野さんからの電話で極めて初歩的な質問を受けたことに、仕事の邪魔だったというふうにご発言をされている方がいるんですが、これはサイトを第一に自己対応していくっていう、そういった基本原則から見て、やはり問題があったというふうには考えられないでしょうか。やや抽象的なお尋ねなのでですね、私に、具体的にお聞きしていいのかどうかも分かりませんが、ちょっとお答えするのに困るんですけれども、先ほど申し上げましたように、この自己対応にあたってはですね、直接的に原子炉の状況、原子炉の構造に詳しい方の話もあります。あるいは放射線障害に関して詳しい方もあります。あるいはいろいろな制度について詳しい方もあります。そういった意味でですね、私としてはそれぞれの方にそれぞれ得意とされる分野においていろいろ参考意見をお願いいたしました。そういった意味で、何かそのこの今のご質問にはちょっと内容的にですね、はっきりしないのでお答えようがありません。先ほどちょっと私が総理が携帯の番号を書き留めてこられたという発言をしたように、ちょっとご発言あったんですが、私どもの今の認識では、東京電力の福島第一原発に対しては、東京電力本社を経由して、内線番号を通じて固定電話がかかっているというふうに認識しておりますので、これ昨日の委員会でもそのように発言させていただいてますので、もし差し障りがあったのであれば訂正させていただければと思いますが、その上でこの電話が頻繁にかかっていたというふうなご発言があるんですけども、これはどなたがかけておられたんでしょうか。先ほど申し上げましたように、私がその相手が吉田所長ということに限ればですね、私が 3.11 以降今日まで電話でお話をしたのは確か2度でありまして、先ほど申し上げたように一度は細野補佐官にかかってきた電話を代わって出たと、もう一度は私の方から秘書官を通して状況を聞いたと。でそれ以外にどういうタイミングでどういう方が電話をされたか、それは私は存じ上げません。制度の問題なんですけども、本来は官邸の方から直接にサイトの方にですね、電話で確認をしたり指示をしたりというようなことは、その減災法上の立て付けには存在してないわけ
でありますけれども、これはやはり本来のサイトの方から保安院を通じて官邸に指示を仰ぐというこの仕組みが機能不全を起こしていたというふうに理解してよろしいんでしょうか。まあ、本来ということにはですね、いろいろな場があります。まあ、簡単に言えばオフサイトに関してのオフサイトセンター、それからオンサイトについては法律上も、これは労基制法が中心になっておりますから、あるいは現在本部の法律においても基本は事業者の責任ということになっております。ですから本来、東電の原発でありますから、最も原発の状況がよく分かっているのは事業者そのものでありますので、その事業者からですね、必要な情報は直接その官邸に来られているから方からでも結構ですし、あるいは保安院を経由してでも結構ですけれども、迅速的確に私たちが何らかの判断をしなきゃいけないことに対して的確な情報が上がってきていれば、少なくともそうした必要性は少なかっただろうと。しかし現実には少なくとも初期の段階では保安院には原子力の中身を説明できる人は、少なくとも私の前に来た人は最初の初日2日3日目ぐらいからやっと一人来られましたけれども、おられませんでしたし、そういう状況でしたので、それから先ほど申し上げたように東電から来られた方、来てる方も必ずしも東電がきちんとしたフォローをされてたのかどうか、どちらかといえばされてなかったのではないだろうか。ですから竹黒平王は、ほとんどのことが分からなかったですね。まあ、そういうことがあったので、先ほど申し上げましたように本来の形だとは思っておりません。しかしそういう中でこの大変な危機状況で待ったなしの場面が続きましたので、できることは何でもやるというそういう意味でやらざるを得なかったということをぜひご理解をいただきたいと思います。現場で作業されておられた方のヒアリングをさせていただきますと、今まさに飛行機が墜落しそうになっていてコックピットで精一杯の対応していて、なんとか墜落を防ごうとしているところに、まあ、普通は電話はかかってこないんではないかというふうに、まあ、発言されている方もいるわけです。例えば東電本店に対してその誰かが連絡係として行かれて、まあ、後の統合本部のような形のものを早い段階で作っている、そういうやり方もあったんではないかというふうにも思いますし、またもしコックピットに電話をかけるんだとすれば必要最小限度のものにとどめるように抑制をかけるというようなことも必要だったのではないかと思うんですけども、そのようにはお考えになりませんでしたか。今全般おっしゃったようにですね、15日に、統合本部を立ち上げてからはほぼ全てのことは統合本部で、情報を掌握し、そして関係者がその場に24時間いましたから相談し、必要なところだけ私に、当時の細野参観から確認があり、物事が進む状況になりました。今考えればもっと早い段階からそういう体制が作れればよかったと思っております。しかしご承知のようにこれも今の減災法には予定されておりません。新たな原子力規制庁などを作るときの参考にしていただければと思っております。そしてまあコックピットの話はですね、おっしゃる意味はわからないではありません。しかしもし電話を、私も先ほど申し上げたようにどういうルートで誰が何回かけたか分かりませんが、本当にそういう状況であれば誰かがですね、例えばそれが東電経由であれば今ちょっと東電、経由で後で折り返し電話するとか、そういうことはやり終わったのかと思いますが、まあ、いずれにしてもそれも含めて、ぜひ検証いただいて本来の在り方で対応できるような、
そういうあり方をですね、新たな制度として作る参考意見を出していただければと思います、はい、東電経由というのは東電の人が取り継いでいるわけではなくて自動配信という形ですから、サイトの方に直接かかっているということなんですが、まあ、そういうような形での、まあ、頻繁な電話の連絡というのが、まあ、むしろ統合本部を早く作っておけば、そういった直接の指示を出したり確認をしたりというようなことはしなくても済んだだろうということで、そういうアイデアを提言した方がいいという、そういうご意見ということでよろしいですか。いや、今おっしゃったので、そういうふうに申し上げたので私もそう思ってます。で、実はですね、保安院も確か最初の保安院長の退任の時の記者会見で、自分たちも早く東電本店に行っていればよかったという発言をされていたと思います。つまりは保安院も危機状態にあっても東電から人を呼んで話を聞くという平時の対応しかできていません。あるいは保安院は確か検査員が現場にいたはずです。それも早い段階で対応しています。そういった意味で、その事実として言えば、それは保安院の方あるいは東電の方もそのフェローに対してですね、あるいはどなたでもいいんですが、きちっとした東電のその中身が伝わる、あるいは場合によっては意思決定がですね、少なくとも間違わない形で伝わるような形のフォローがもっとしっかりあればよかったと思いますし、結果として15日以降それが同じ場所にいてサイトと24時間テレビ電話がつながっているという中でそれが実現しましたので、今後の新たな制度の時にはそれを参考にして生かしてもらえればありがたいと私自身もそう思っています。そのうまくいったとおっしゃっておられる統合本部なんですけども、この統合本部を設置するアイデアをお出しになられたのはどなただったんでしょうか。私です。ということは、そのことをもう少し早くアイデアとして出せばよかったということでよろしいですか。やはりこのことを私が言うことができたというか、そういうことになったのは撤退問題があったからです。やはり一般的に言えば民間企業に対して政府が直接ですね、その本店なり本社に乗り込むというか何かするということは普通はありません。しかし減災法を厳密に読めば事業者に対する指示という権限も本部長には与えられております。しかしそれは減災法上にあるからといってそれをそう簡単に行使していいかどうかは私もですね、そこまで、早い段階から考えていたわけではありません。しかし撤退という問題が起きたときに、これはきちんと東電の意思決定と政府の意思決定を統一しておかなければ、いわばそこのそごでですね、大変なことになると、そういう思いで統合本部を提案し了解いただいたわけで、今考えればもっと早かった方が良かったということはその通りでありますが、その時点では撤退問題が一つのきっかけになって統合本部を立ち上げることができたというか、そういうことになったということが、これが事実であります。はい、ありがとうございます。ではちょっと別なことなんですが、テーマとしましては同じで、法律に定めのない制度動きというものが総理の指示によって行われたことの例についていくつかお伺いしているわけなんですけども、その一つとしまして、その空本議員を通じて助言チームというのが動いていたということが、さまざまなところで報じられてもいますし、私ども確認しているわけなんですが、このチームが出来上がった経緯というのはどのようにご認識されておられますでしょうか。私もですね、改めてそのことが報道された最近の新聞をよく読ませてもらいました。確か15日からそれ以降になっています。今申し上げましたように、基本的には3月15日に統合対策本部を15日の早い段階で立ち上げましたから、いろいろな関係の助言とかいろいろな関係のお話はすべて統合本部の方に受けてくれと、
これは外国からの問い合わせ等も含めてであります。ですから、空本議員に対して、私が一般的にですね、あなたにも協力してくれということを申し上げたことはあると思いますが、何かこの統合対策本部以外に何かこういうものを作ってくれとか、そういう指示をしたことではありません。それは多分ご自身たちがそういうものが必要だと思って統合対策本部の中なのか関連なのか分かりませんが、そういう形で動かれたんだと、それ以上の指示はいたしておりません。空本議員が初めてその総理にこういったようなチームを作るということをご提言されたのか、あるいは今総理の方から指示がないということであれば、そちらからアイデアが出てきたということなんだと思うんですが、このアイデアは空本議員ご自身から伝えられたものなんでしょうか。ですから、その記事を見るまで助言チームというふうな形があったということは私は知っておりません。一般的に空本議員に対して、あなたも詳しいようだから協力してくれという言い方はいたしたと思いますが、その何々チームを作ってくれとかという、そういう指示をしたことは私には覚えがありません。特に先ほど申し上げましたように15日以降はですね、全部統合対策本部を中心にしました。確かその報道がそのままだとすればですよ、その助言チームも細野補佐官を含めてですね、そういうところでいろいろと助言されたと聞いておりますので、そういう統合対策本部をいわば自主的に、協力するための動きだったろうと、そう理解しております。このチームの中心的なメンバーで原子力委員会の委員長でもあります近藤委員長がおられると思うんですが、近藤委員長からお話を伺ってますと、そのかなり早い段階から例えばその、1号機の爆発以後ですね、どのような対応すべきなのかといったような技術的なことも含めて政府の方にさまざまな助言を行っていたというようなことのご発言があるんですが、これは個人的なご発言ということなんですけど、こういうようなご助言というのは総理の耳には届いていなかったんでしょうか。具体的には届いておりません。で、多少私が思い出してみますと、原子力安全委員会というのがあります。これは原裁法上総理あるいは内閣に対する助言ということがきちんと規定されております。で、原子力委員会というものについて、この原子力災害の時に何かそういう法律的な位置づけというものは特に説明を受けておりませんでした。そういった意味で、重要な会であり非常に専門性の高い皆さんがおられることは分かっておりましたが、原子力安全委員会に助言をいただいているというその基本的なこの制度的な中でですね、同種子のことをその組織的にですよ、個人的じゃなくて組織的にお願いするということについて、少なくとも私は少しその2つのこと関係性の中で考えなければいけないのかなと。ですからそのことも15日以降は細野補佐官がその後出てくるかもしれませんが、最悪のシナリオ等を含めてですね、いろいろとアドバイスをお願いしたという経緯は、私はそれは良かったと思っていますが、制度的にはやはり個人的という位置づけだったと思います。個人的なご発言がいろいろあったんですけども、それがやはり日本の中でも原子力の専門家としてその認識をされておられる方が原子力委員会というところにもおられると、でこういった制度を先ほど来今回の災害では必ずしも法律通りでは対処できないものがあると、いろいろな方の意見を聞くんだというふうにおっしゃられていたと思うんですけども、そこにもおられる専門家からはアドバイスは受けなかったということなんでしょうか。先ほど申し上げたように最悪のシナリオというかですね、そういう問題では、
私も含め細野補佐官も含めですね、近藤先生の方に検討をお願いするという形で非常に重要な面でのアドバイスをいただきました。それは22日以降のことだと思うんですけども、22日に総理の ご指示で、その相談をされてどのぐらいできるかということで、3日以内にということで25日にはそれが出てきていると、そこは私も承知してるんですけども、その近藤委員長が活動されておられたのはそのずっと前で、発災以後ずっと委員長室に、そこにおられて、でさまざまな情報発信や各省に対する助言等を行っておられるようなんですが、こういったようなことについてはご承知ではなかったということですか。直接どこにおられてどういうことをされているかということは特に私に、例えば、内閣府が原子力委員会も確か招集していると思いますが、そういうところからの報告等が何かあれば記憶にありますけれども、そういう形にはなっておりません。その後、細野補佐官が原子力担当大臣になった、私が任命したときにはそのもとに原子力委員会も置くという位置づけをいたしまして、その段階からは少なくとも、はっきりとした形が取るようになりましたが、その以前の段階では特に制度的な形で、こうすべきだということを内閣府等の関係者から提案があったことはありませんでした。こういう事態ですので、かなり厳しい状況であったことはもう重々承知しているわけですけれども、先ほどその減災法の立て付けがやはり今回のような複合災害には適合してなかったとか、あるいはさまざまな限界点があったということを、現場で肌でお感じになられたというふうに思うんですが、その結果例えばご友人からセカンドオピニオンを取ったり、あるいは官邸の中にそういった参与という形、あるいは参与任命前でもさまざまな人をお招きになられると、でさらには助言チームという名前は分からなかったけども党の一議員に対してその専門であるならばよろしくといったようなことの指示は出されたというようなことなんですが、この事故対策に対して減災法ではうまくいかないというふうにお考えになられたときに、何か全体的なこの専門家の知識等を吸収しながらこの事故に対応していくっていうグランドデザインみたいなものは総理の頭の中には終わりになっていたんでしょうか。少なくとも15日に統合対策本部を立ち上げるまで、本当に日々ですね、新たな事象が起きる、この号が水素爆弾を起こす、何が起こす、その段階で制度的にですね何か全体的なグランドデザインを考えるという余裕は率直なところはありませんでした。それが一定程度収まる中で、現在審議がそろそろ始まる原子力規制庁といったですね考え方につながることは私なりに考えましたが、少なくとも15日以前の4日間そういうことを考える余裕はありませんでした。アメリカの方からですね早い段階で支援の可能性が示唆されているわけですが、総理は大統領との間のホットラインで電話をされたときに何か手伝えるものがあったらというようなそういう話を受けたということは間違いないでしょうか。その通りです。その言葉を受けられた後にアメリカからの支援についてどのようにそれを受けていこうというふうにお考えになられたんでしょうか。すでに発災当日に、特にこれは地震津波も一緒ですけれども、米国海軍のドナルド・レーガン国防官が福島沖に夕方には来てくれて、確か仙台空港ですか、そういうところのいろんな対応に当たってくれると、そういったこともありましたし、いろいろな物資の支援についてもいろいろな提案がありました。で、私としては大変ありがたいいろいろな申し出でありますし、日米韓というのは
同盟関係であり、まあ、そういう支援をいただくこともですね、ありがたいという感謝の意味も含めて、良いことではないと思いましたので、できるだけ、必要なものについては要請という向こうからの提案があれば受けるようにという一般的な意味ではそういうことを言いました。で、特に防衛庁は、早い段階から、まあ、これは日常的に在日米軍との関係が非常に深いわけでありまして、そういう点では米国ないし米軍とのですね、いろいろな協議はかなり早い段階からしてきたと、そういうふうに認識しております。今のは、まあ、津波対策というか津波に対するその、まあ、救助とかそういったようなことも含んでいたご発言だと思うんですが、この原子力に関してはアメリカとの間ではどのように連携を保っていこうというふうにお考えになれたんでしょうか。かなり早い段階から専門家が日本に、来られている、あるいは日本に着いたというような話は一般的には聞いておりました。で、そういう皆さんと我が国のそういう機関が、まあ、どういう形で協力関係を作っていくのか、私は先ほど申し上げたように、米国との関係は日本にとっては極めて友好的な同盟関係でありますので、それはもともと福島原発も GE が開発したものでありますし、そういったことも含めてですね、アメリカの専門家の皆さんの知見というものは一般的には大変重要だと考えておりましたので、そういう皆さんの知見を含めて協力していただけるものは大いにしていただくという、そういう姿勢については伝えておりました。具体的にどの部門がどうできたということはそこまでは承知しておりません。官邸に駐在したいという技術者を駐在させるというご提案がアメリカの方からあったということは、昨日枝野官房長官の方にもお尋ねしましたら、その事実は確認できているんですが、そのことは当時ご承知になられておりましたでしょうか。私には官房長官からその話はなかったと思います。国家の主権に関わるというようなご発言があったということを聞いたことがあるんですが、それは官房長官のご発言ということなんでしょうか。いや、昨日私もインターネットで聞いておりましたが、枝野当時の長官自らがそうだとおっしゃってましたので、そういうことだと認識しております。ということは、そのアメリカからの申し出という非常に重要な局面での提案については、総理にはご報告なく官房長官が独断で、それはじゃあ主権に関わることなのでということでお断りになったと、そういう整理でよろしいんでしょうか。昨日の会ももちろん野村委員もおられたと思いますので、その時枝野当時の官房長官が言われたのは、協力を断ったのではないと、そこははっきりですね、言われたし、そう思います。私も協力はできるだけしてもらうようにという、それの指示はきちんと出しております。そうではなくて、官邸という物理的なですね、この建物の中、そこにその何らかの立場の人を常駐させるということについて、官房長官が判断をして、それはやはりそこまではできないと。で、私に相談があっても多分同じ結論だったと思います。ということは、その失礼いたしました、官邸に駐在するということについての提案をお断りになったのは、まあ、枝野官房長官であったということでよろしいということです。まあ、ご本人がそう言われてるんですから、私には上がってきておりませんので、ご本人が言われてる通りじゃないでしょうか。はい、で、そのような形で今お話ありましたように、まさに他の形での協力体制の構築っていうことが急がれていたんではないかと思うんですけども、そのあたりのところは先ほどのご発言では総理の中では何か具体的に指示を出されたりとか、まあ、その、アメリカの技術を、まあ、今回の事故対応に反映させるような努力をされたというようなことはないということなんでしょうか。